グスコーブドリの伝記という曲、あの、まあ、全然今ね浸透してますけど、要するに、宮沢賢治さんの宮沢賢治の遺作と言われているあのグスコーブリのブドリの伝記という物語を杉木三郎監督がアニメ化した、アニメ映画化した、その時のテーマ曲を僕が作曲しましたので、それを佐藤さんとやりたいと思います。聴いてください。